てか私そんなさ、みんなが言うほどさ口角下がってなくない？普通じゃない？やれやれ言うけど、今はね別に腫れてても口角上がるとかないけど、ブルーライト当てたら鼻が光るだからやっぱ口角が上がりすぎちゃうと人口っぽいよね。だってみんな下がってるって口角って。でもさ、そのやっぱプロテイン入れることによってさ、目と目の間がこう高くなるじゃん、目と目の間が近くなるじゃん、ハーフ顔になるのかな、ここの間が高くなったらちょっとハーフっぽいもんね。今りんちゃんに似てる、まあ、だから口角やらないでよかった。これでさあ、やっぱやらなくてよくない？早く日本戻ってきて。あー、ありがとう。なんで匿名なのなんで匿名なの、ありがとう。コラボしようね、匿名さん。そう、口角やってるとさ、もうガチじゃん。ガチだよね。だからいいんだよ。完璧にやる、なんかやりすぎちゃった。韓国、いやなんかね、鼻の完成って半年らしいよ。いつも笑って自然に口角、そうだから、あの普通にしてる時もさ、こんな感じだったらさ、なんか変だよね。いや私目はいじんないよ。浮いたジョーカー、いや浮いたんだってさ、あれだってさ整形してないじゃん。それでもそうって言われちゃうんだからね。してないでしょ。いやしてないと思うよ。絶対してないから。ほらしてるよって言われちゃうんだよ、してなくても。だからほら、で結局だから口角上がってる人って少ないからさ、もともとだから、あ整形整形って言われちゃう。いやしてないっしょ。いやしてないでしょ。政治の歴代彼女みんなしてんの、口角を嘘でしょ。私ウイタンはしてないと思う。怒ってる時の写真撮られたんじゃない、まいちゃんが見たらわかる。わかんないよ。してなくてもサイボーグって言われるもんね。だってクルちゃんとかもさ、鼻いじってるとか、あれしてないと思うよ。いや、かばってるとかじゃなくて、ほら、みんなしてるしてるって。ほらね、嫉妬でしょ、それ。嫉妬、かわいいから。まあ、だから、口角が上がってるって、それぐらいやっぱ違和感あるんじゃない、整形っぽくなっちゃうんだよ、してなくてもね。私はやんなくてよかった。人工になりたい、人工顔は嫌だからさ。鼻痛いっつうか感覚がない。クルちゃんの鼻筋、いやクルちゃんやってないと思うよ。今何時だ、あと1時間飲んでいいかな、薬。私ってエロいからさ、これ一気に飲めちゃうんだよね、エロいから。なんか薬を一気に飲める女はエロいってシミケンが言ってた。一気に薬を飲める女とは正解なんですよみたいな、わかんない、シミケンさんが言ってた。実中わかんない。あ、そういうこと？今さ、ほうれい線隠れてるじゃん。だから、漏れてんの？そういうこと？イバルちゃんに似てるらしい。
でもそれ絶対言わないでね、ゆまりちゃんの枠で発狂するから。絶対やめてね、私関わりたくないんだから。整形癖になるか、整形別に癖になる、あ癖にな、どうだろう。これで成功したからまたやりたいとか思わないよ別に。ただもう終わりだって、もうこれはこういう大掛かりは今日じゃない、明日のこれちょっと誰ブロックしますね。明日のね4時だから10時に病院か病院走して、そのままを10時にその病院だから9時にホテル出て、いやもうこれ遅刻できない、遅刻したらもうまた延泊しなきゃいけなくなる。今日病院、あ明日病院行ってくるんだよ、だから鼻のね、あ抜歯じゃなくて鼻の中の綿を取ってなんか空気吸えるようになる明日から。シャンプーしたよ、すっきりした。ただね、なんかね、なつなつちゃんがさ、空港でなんかね、めんどくさかったらしいんだよね。顔がパスポートと違うって、整形してるから。手続きがめんどくさいらしい。あの、整形の申請書を出しても、なんか、だるいらしいよ。パスポートと顔違うっつうか、いやでもなつなつちゃん全然じゃん。全然変わってないから、私なんて多分全然違うからさ、整形申請書ももらったけどそれでもダメなの、それでもなんかやだね、なんでめちゃスパイだと思われる。いや違う、鼻先を私アップノーズじゃん、ちょっと下にしてもらったの、鼻の穴が見えるから。軟骨も除去したし、ただ左の方が、あそうそうそう、なんかこっちの方を多めに入れたっぽい、こっちの方がなんかこけてたから。明日顔腫れるかもね、気圧で。あなんかこんな褒められるんだったらさ、またやりたくなっちゃうよね。やらないけど、やらないですけど、もうやらないです。さ拒絶反応って言うけどさ、じゃあ私自分の軟骨入れたけど拒絶反応か知らんけどさ、ひび割れてたんだよ自分の軟骨が。そうだから結局自分の軟骨でもさ正解じゃないじゃん、何が正解なの。殴られてない、軟骨取った。あ、前の軟骨取った。前の軟骨を取って、あの鼻先にアメリカ人の入れた。わかんない。そのアメリカ人が何者かは。アメリカさんって言われた。アメリカ人とかアメリカさんの軟骨。しっかりしてんじゃない？外人の軟骨の方が。私の軟骨って柔らかすぎるんだって。だから、あなたの軟骨を入れることはできませんって言われた。柔らかいんだって。人工骨。亡くなった人のじゃないっしょ。あ、ちなみにね、愛ちゃんはじめまして、痛くない。ありがとう、ペコさん。痛くない、痛くないっていうか、感覚がない。感覚がない、まだ。きっといい感じだね。うん。ファンタスティック、あと少しの辛抱、よく頑張ったね。あーありがとう、ありがとうございます。ペコネさん、あの本当に久しぶりね、本当元気、匿名さん、あともう少しです、ありがとう、見守ってくれて。やったー、あのすごい長いリスナーさん、急にいなくなってしまった匿名さん、ありがとう。あのくまちゃんになって帰ってくるから、あのくまちゃん、これ撮ったら私くまちゃんになるかもしれない。で、私失敗したらまた韓国に来ること、
豚が一番見たいに馴染むからちょっとやめてマジでやめて、もういいってもう失敗とかおめでとうでいいじゃん、可愛くなったねでいいのにさ、明らかに失敗とかさ、性格悪すぎね。まだ2日目だよダウンタイム、2日目でいい感じですよ。つまりないでそっくり。あのね、私ね、鼻先曲がってたんですよ。よく見ると。でもそれもね、ちゃんとまっすぐになってた。整形繰り返しなる。関係ないよ、それは。昨日ひどかったからね、顔の腫れ。絞りたらね、顔の色が。なんかね、ちょっと黄色くなったぐらい。ここ輪郭が、ここちょっと黄色いぐらい。キンちゃんに会った時は涙袋入ってるよね。あの時涙袋と埋没やってんじゃない、あの時は。キンちゃんと初めて会った時は、もういいよパニックって。あのね、毎回飛行機でパニックになってるわけじゃないからね。今回は平気だったよ。私は腫れて紫になったよ。いや、痛くない。なんか、痛すぎると感覚がなくなるんだよね。私ね、飛行機の中でパニックになったことあるよ。隣の女の人の膝の上に寝かしてもらってた。埋没取っちゃった。一回だけね、飛行機で。目元は何も変わってない。多分腫れてるから優しく見えんのかな、顔が丸いから。韓国で安いじゃん、いろいろ考えたら。こんな大掛かりやってさ、全部ほっぺもやってさ、まあ80万ぐらいかな全部で。まいちゃん、日本帰国の時 PCR、そうだよ。ちゃんとやったよ、まゆ。旅行費も考えても、旅行もできて、もう安いよね。だってこんな大掛かりな花で、2桁なわけないじゃん、日本で。陰性だったよ。だし、うまいしね。私、韓国でやってよかったと思ってる。確かに似てる。埋没っていうのは、二重のアイプチ？アイプチ？アイプチだよ。昔さ、こういう二重が流行ったんですよね。こういうのをやってた。もういいよ、もう人中の騎乗軟骨も。しつこいなー。あ、そうなんだ。あ、トラブルなんだ。アイプチも、ダサくないよ。ダサくないけど、なんかこう、すごい広げた二重ってもう古くない？なんか、昔流行ったんだよね。アゲハとかで。アンチ暇人すぎ。暇だよね。本当に。いや、目に流行りなんてないですよ。眉毛とかはあるけどさ。あ、だから次韓国行くとき、そろそろ眉毛の入れ直さないとね。ちょっと薄いわ。次の韓国の予定は、入れ墨配信と、脂肪注入、またリタッチぐらいだね。アイラインはちょっとできない。怖くて。いや、リタッチ無用なんだもん。眉アートは1万5千円とかでできちゃうから。安いよ、韓国は。上手でさ。金あるなっつっても。痛くないし。安いよ。前の眉毛これ1万5千円だよ、韓国で。で、これやったの4年前ぐらいだからね。旅費含めても全然だよ。10日間もいないし、次行ったとしても。こんな大掛かりしないから。リタッチって全身は。ええー、脂肪、包協怖くない？なんか私の友達さ、なんか脂肪を胸に入れてさ、しこりまみれになった子がいて、なんか怖くてできない。
包茎今痛いでしょうね。包茎したいって思ったことないです。別に小さくてもよくない？なんか別にでかくなりたいって思ったことない。だってだるいじゃん、でかいって。あの洋服とかもさ、あのこう私背高いからスラッとかっこよく着れることもなくなるんだよ、目ででかいと。だから難しいよね。なんかこう、なんつうの、ワンピース1枚でも全然違ってくるよね。胸がでかいだけでなんかこいつ誘ってないかみたいな雰囲気になっちゃいそうで、離れてますよね胸は。でも163センチ、でもヒール履いたら170ぐらいだよ。鼻1週間ぐらい、そう、安静にしてこれ取ってから排出してもいいし、まあ、どっちでもいいや。で、人中そのままだけど、人中はもう無理でしょ、一回もう、ま、皮膚がさなくなっちゃったから治すことはできない。いいブラジャーって言ってたんです。いや違うの、私なんかね、アンダーがすごい広くって、アンダーが広い人って胸がちょっとね広いんですよ。それって別にブラジャーしててもあのね、もう取ったらまた元に戻るというか、私ねアンダーが広いんですよ、アンダーが大きい、この胸のここの幅がでかい、なんつうの、離れてる。意外、私ね、そうなの、そう、あばらが広い、そう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 、あばらが広い人はあのそうだよね、そう、私あばらが大きい。ごめん、もう洋服買いに行っちゃった。さっきツイキャスでやったっけ、ツイキャスだったっけ。そうそう、嫌だよね。でもこれ治んないからね。そう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 、あばらが開いてるタイプだから胸がさ、あのこう、なんていうの、外向きっていうか、それはもう治らないよ、どんなに毎日固定ブラしても。買った服見せて、あ、これ昨日が買ったの、もう一個あるけど、これ昨日だったわ。そうそうそう、フォームフォーム買ったしちゃったんだよね。そう、これ1000円だよ。かわいくない、クマちゃん、鼻もクマちゃん、あったかいやつ。これ気持ちいいんですよ、ジラピケで。これね、これ1000円なんですよ、安くない？着てみようかな。いや、あの素材がジラピケってこと、ジラピケ素材、偽物っつうか、あ、これちょっと、いやこれちっちゃいな、これちょっと腕が、ちょっと腕がなんか、これ1000円、もちもちしてる。あ、でもこっちの方が好きだな。はい、まあ、洗濯してったらどんどん大きくなってくるでしょ。こっちの方がかわいい、こっちの方が、クマの方が気に入ってる。首が長いのがうざいな。これ1000円です。
伸びるかな。髪型かわいい、ありがとう初コメ。だから韓国はこう洋服も安いからね。ちょっと気になったんだよ、高速ターミナルっていうところが安いよって洋服ね。もう寒いしな、もういいかなと。次行った時でいいや。高速ターミナルってところは買い物が楽しいって聞いた。安いんだ、もったいない。行かないの？何時までやってんの？もうやってないっしょ。行っちゃう？やってなくない？だってもう今5時40分でしょ。行かない人とかいるの？お土産そこで買うよ。夜9時までやってる。いや近くないよ。え、何それは駅の中にあんの？トンデムはね夜遅くまでやってるけど、駅直通。へえ、そうなんだ。だってお土産って何買うの？え、そういう安いところってクレジットカード効かなくない？私ないよ金。お土産とかさ安すぎると多分クレジットカード効かないよね、屋台系はさ。いや日本円も持ってない、もうランもないんだって。金がキャッシュゴムだからない。2万5000円払った。もう円もウォンもないです。高速ターミナル行かないのマジでもったいない。気になるな、ちょっと調べてみようかな、ネットで。お金は違う違う違う、そうじゃなくてあのクレジットしかないってこと。カードしか払えないよ。ありがとうございます。だから下ろせないって言ってんの。日本でみずほ銀行下ろせんの？じゃあ韓国で下ろせないよね。ちょっと調べてみようか。駅直通ショッピング、夕方8時まで。これは次の韓国配信でいいよ。もう疲れた。なんか今ブスすぎてなんか何が似合うかも分かんない。試着してもさ分かんなくない？でなんかモンクレンヌの帽子も買ったんだけど、あれもだってさ4000円で買っちゃったけど、あれも買ってよかったのかなって。え、だから怖いじゃん、化粧品も安いのにってさ、それ本物なのって。正規品なのかも分かんなくない？あれで4000円高いよね。6000円って最初言われたんだけど。いやパチモンの化粧、なんか洋服はさ100歩譲って化粧品で偽物はちょっとね肌荒れしちゃうじゃん。だからあの韓国ではオリーブヤングでしか絶対買わない。あのトンデムのさ、ま、あのマスクショップってところがあってめちゃくちゃ安いんだよ。私買ったんだよね、いろいろ。マジで安くてパック10枚500円とか、あの前の T3 とかさ。でもやっぱ違うんだよね。あ、なんかこれお水っぽいみたいな。で、あのさテスターのさすごいちっちゃなさ試供品みたいなやつなんじゃん。そういうのもちょこちょこ売ってて、でもそれは本物なの。試供品の偽物わざわざ作んないからさ、試供品は本物だった。意味わかる？電波悪い。え、電波悪いの？もうなんなん、マジゴミじゃん。どう治った？ホテルでくるくるってやばくない？もうダメだ、モンクレンヌの話したから治ってない。あいごー、映像がパクパクする。あいごー、ふわっちが重いの。まあでもそうだよね、だって外部できるんだから。初コメありがとうにゃんちゃん。でもよかった、眉の顔みんな褒めてくれて。
なんかメンタル治った、ダウンタイムうつも治ったよ、褒めたよ福間ゆ、ごめんね。いやが、やっぱね、ちょっとふわっちはね、海外向いてないね。でも見れないこともない。いやいいよ、もうだって今日外部やったもん、十分感想ぐらい今日十分やったんですよ。そう、打つ終了した。はい、な、あ、本当治った？何割の人が、いや8割褒めてくれたね。いや明日帰る、明日帰りますよ。11日間韓国お世話になりました。11日間、明日ジャパンに帰ってハニーちゃんと。初コメありがとう。本当だよね、マジであっという間だ。日本に帰ったら寿司食べたい、寿司と焼肉。なんかね、韓国ね、焼肉高いんだもん。だってかね、高いな食べ物が。韓国って店員冷たくないけど、タクシーの運転手が冷たいかな。とこタクシーのうんちゃんがまあちょっと対応が悪いぐらい。何万ってあっという間に。そうだよ、まあでもタクシーは安いよやっぱり。ちょっと川が、次は韓国で見せて。まあそれは外部だね、だってちょっと外出ただけでカクついちゃうもん、ふわっち。で今日はあまりタクシー乗ってないよ、電車食べてないから。でもさ、外部だとさ、みんな来てないよね、ふわっちの人全員。